ハロー YouTube、今日はですね、チュニジアの、ジェルバ島ですね、来ております。チュニジア、チュニスからですね、飛行機で1時間ぐらいかかる、この、ジェルバ島なんですけれども、地中海に浮かぶ、まあちょっとした離島なんですけど、リゾートアイランドになっておりまして、まあお正月そんなに退去して観光客が押し寄せてくるわけでもなくですね、割と年配の方が多い落ち着いたリゾート地となっております。私こちらで年越しをするわけなんですけれども、ぜひですね皆さんに今年の年越しぜひ見てもらいたいドラマと、そしてですね漫画、こちらの方を皆さんにお送りしたいと思います。まず一つはこれはもうネットフリックスで最近日本でも1位になったファーストラブ、初恋ですね。これはもうぜひ見てほしいです。もうね、素晴らしい。もうこれはね、今年見た、今年というか2022年に見たですね、ドラマのもう最高傑作なんじゃないかなっていうふうに思うぐらいですね、素晴らしい、作品なのでですね、本当宇多田ヒカルさんのですね、ファーストラブに乗せてですね、僕よりちょっと下ぐらいの世代がど真ん中なんですけれども、本当に淡い初恋をですね最後まで貫き通す男女の物語、ぜひ僕は2回3回とリピートするような作品なのでぜひ見てください。そしてですね僕そのちょっと前に見てたある、ナルコの神っていうですね、これは南米のスリナムという国にですね、韓国人が移住して、エイを取るんですけど、ガンギエヘっていう、まあなんか、ちょっと臭い、韓国人がですね、食べる、まあエイヒレみたいなもんですかね、の原料みたいなもんなんですけど、これをですね、取りに、一攫千金を夢見て取りに行った人たちが麻薬組織にですね、巻き込まれて、最終的に韓国のね、当局とですね、協力をして、最終的に犯人を捕まえるっていうですね、作品なんですけど、これも面白いんでぜひ見てください。そして次は小説になります。小説というか、まあ、文字の本なんですけれども、まあ、一つはですね流山がすごいというですね、流山大鷹の森をですね麻布競馬場さんというですね作家の方がですねちょっと小馬鹿にしてたところからちょっと流山が気になって、先日ですね関西の明石市の市長泉市長と対談した時に、いや実は明石市は人口増加率全国2位なんですけれども、舞台なの全国2位なんですけれども、流山市は全国1位ということで、子育てに優しい町ということで、流山市がですね、選ばれたぐらい、この流山ね、TX が通る、TX の流山大鷹の森駅がある場所なんですけれども、こちらについて成長の秘密を大西康之さんというですね、日経新聞の記者さん、が、まあ、元日経新聞の記者さんですかね。が、解き明かした本。これも面白いです。そして、先日ですね、僕は、YouTube でですね、対談した百田直樹さん、ニュースピックス&YouTube で対談した百田直樹さんとの対談で出てきた、アラビア太郎さん。これもですね、Amazon で今、結構ベストセラーになっちゃって、僕の多分発言が、元なんだと思いますけれども、もうこれね、1970年代に書かれたすごい古い本なんですけど、アラビア太郎というですね、こちらの方もですね、素晴らしい本になっております。この、文字系はですね、この流山がすごいと、アラビア太郎、サクッと読めますんで、ぜひ読んでみてください。そしてですね、漫画、僕の得意分野の漫画なんですけれども、まずですね、最近読んだ、これ傑作、1978年の漫画道、こちらの方はですね、漫画家漫画に外れなしという言葉を僕はたまに言うんですけれども、細野、藤彦さんですね、グーグーガンモとかですね、ギャラリーフェイクとか、そういった作品で有名なですね、細野藤彦さんの青春時代のですね、話ですね。なんかうるせえな、ここの道は。ほんと、バイカブーブー引きやがって。そして、夏目新たの結婚ですね。こちらの方もね、非常に面白い。死刑囚。になりかけてる、まあ、死刑確実と言われてるですね、若い女の子がですね、実は私は無実なんじゃないかみたいな話をやって、児童相談所のですね、職員と、ケンケンガクガクの、話をしながらですね、結婚してしまうというですね、そして、思いもよらない展開になっていくというすごい話なんですけれども、こちらの方も非常におすすめでございます。そして、ぬかるみの食卓ですね。これはね、もう不倫、のもう連鎖みたいな。もともとスーパーの店長とバイトの女の子の不倫だったんですけれども、
まあ、それのぬかるみがぬかるみを呼び、いろんなところにですね、この、ヒロインの女の子がですね、入り込んでいって、もう、すべての人間関係がぐちゃぐちゃになっちゃって、もう最終的に殺人事件起きちゃうんじゃねえかみたいな感じになっちゃってる感じのところが非常にぬかるみ感ありますねということですね。そしてですね、された側のブルーというですね、これもね、不倫ドロドロの、不倫をされた側がブルーになるっていう話なんですけれども、こちらの方もですね、どんどん不倫関係が連鎖していってですね、みんながブルーになっていくというなかなか面白い話でございます。そして、2022年度僕がね、一番一押しの漫画としてはですね、スキップとローファーという漫画がございました。これは石川県のですね、片田舎から、進学校、そして東大に行きたくて上京してくる、将来的に官僚になりたいんですっていうですね、変わった女の子の話なんですけど、高校生の、ちょっと純愛ロマンティック漫画系なんですけど、なんでこれオリエモンが読んでるんだっていうふうに思われて、作者もちょっとびっくりしてるっていう漫画でございます。スキップとローファー、これはだから男女共学の東京の進学校のお話です。イケメンくん出てきます。真面目女子も出てきます。なかなか面白いです。そしてですね、竜とイチゴ、こちらのはですね、将棋の漫画ですね。この将棋の漫画もめちゃくちゃ面白いです。イチゴちゃんっていうね、主人公の女の子がですね、竜王戦で、どんどん駒を進めてしまうというですね、お話になっております。最後にですね、密かにあされというですね、漫画。これはですね、三陸地方で、うるせえなぁ。ほんとうるせえな、こちら。ということで、三陸地方でですね、漁師さんが密漁をして、ヤクザに対抗して密漁をしようみたいなお話なんですけど、こういう系の漫画も僕は大好きなんですね。ということで、今、駆け足でご説明しましたけれども、年末年始見てほしい、ドラマ、そして小説、そして漫画でございました。いってらっしゃい。トレーダーふみのブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。僕のですね、皆さんの質問に対する答え全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で必ず答えるということで、ぜひ、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。